みせさんお帰り、やっと来れてありがとう。今日も深夜回り、これ4日目かな、4本目深夜回り、ん？ 5 本目か。昨日のやつ上げてないや、 YouTube。 ええ、大変ね。そう、まあ、多分これ今日で終わるつもりやから。アナさんシェアありがとう。これ終わったら A ら辺やろうかな。たくさんの絵馬が結ばれている。私に暴力を振るう彼と別れができますように、そして彼が不幸になるように、もう嫌だって書かれている。たくさんの絵馬が結ばれている。あいつがいなくなるように、死ね、ピー、もう嫌だって書かれている。これもう終盤らしいからさ、何ピー、あれはピーやろ、ピー、セーブしとく。順玉をお供えして、ゆい、ゆい、え、生きてる？やっと会えた。ゆい、何があったの？ゆい、春、私を探してくれていたんだね。ゆい、寂しかったよ。やばいやつじゃんこれ。ゆい、私もだよ。あれ読んだら普通にバンになりそう。なるかな。春、寂しいよ春。寂しいよ春。やばいやつやん、これ絶対。ずっと友達だって、ずっと一緒だって言ったよね。約束したよね。ああ、ゆい、ずっと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 。やばいやばい、動きがやばい。動きがやばいぞ。何？やばいやつや。はい。キモ。ゆい、キモ。とりあえずかわせばいいってこと？こいつかわすしかできんもんな。あー、あいで、またこれ会話からなんかな。会話からだわ。寂しいよ、春。あ、ちょっと、はしょられてる。ちょっと会話はしょられてる。ずっと友達だって言ったよね。あー、いた。あー、いた。あー、やばい。これひたすらかわすしかないかな。事故、事故、接触事故。うん、80回死んだんやって。完全当たり屋やって突っ込んでったね。いける、次こそいける。リュックかわいいよな。ずっと一緒だって言ったよね。
約束したよね。省エネで行こう。タブない。寄ってっちゃうねん。あいっ。やっぱ動き回ってないとダメか。これビビンのさ、初見だけやからさ、何回も死んでると怖くなくなってはいくんやけど。ちょっとビビる？もうね、見慣れてきちゃう。形が違う。3回かわしたらあれか。キモ。危ない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 。バテてるバテてるバテてる。いや、これさ、話しかけに行け。あ、こっちじゃなかった。ああ、かわすだけ。あー、危ない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 。慣れるまでヒーってなる。俺もう慣れちゃった。これひたすらかわすだけやろ。多分かわすしかできんよね。むずい、むずいよね。俺が下手なんもあるけどさ。ずっと友達だって、ずっと一緒だって。ああ。範囲広すぎやろ。ああ、せやん。攻撃とかない、そう。石投げるとか悪いんやけど。何をなんか落ちてる。石。石効くんかな、もしかして。石投げれるんやけどさ、いまいち。多分効かんよね。ああ、怖い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 。なんかハテナ出る。あ、石か。石投げたことによって、あー、ちゃった、危ない。この当たり屋、当たり屋。え？あー、うふ。お、お。オッケー。あー。まだ？
まだか。意思関係ないよ。あ、飛ぶない。え、これなんか間違ってる？絶対なんかあるよな。危ない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 。本体どこ行った？あ、もう見えんかった。え？やっぱなんか違うよな。当たるー。当たらんかった。危ない。はあ、これ絶対なんかあるよね、やり方。あー、当たる当たる。まずいまずい。あ、今や。あ、ダメや。あいつが優位になったらなんかすんのかな。永遠かわせ続けるだけじゃないよね。あ、待って。Bになったら話しかけれる。春、春、約束したよね。春、春。オッケーオッケーオッケー。そういうことね。人間の姿になるときね、そのタイミングか。あは。オッケー。ジルを思い出す。バイオファイブの。あ、怖い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 。危ない危ない危ない。約束したよね、はるはる。真ん中の方にいてくれんかな、あんま言いやすくない。危ない。早い早い早い。まだ？春、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 寂しいよ春。
寂しいわ、はるはるはる。よっしゃ、もう一回ぐらいかな。早いって。で、荒ぶって、荒ぶらん。あぶない。え、パターンだ。よっしゃ。あ、これですよ、語りかけ。そう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 。春、春、春、私。春、春、春、チャコをよろしくね。え？さよなら。え？え？ジジ、赤いリボン拾って、ユイの頭の上で揺れていた赤いリボン。これを見ていると胸が苦しくなって、まぶたがじんと熱くなる。え？古い掲示板だ。山にいるとき語りかけられる言葉に返事をしてはいけない。どのようなことを言われても無視して山を降りるべし。え、音が怖い。あれは、小さいお墓の上にきれいに畳まれた紙が置いてある。ユイの手紙？読んでみよう。もうすぐ夏が終わります。私は小学生、名前はユイと言います。昨日大切にしていた子犬のうちの一匹が死んでしまいました。とても辛くて悲しいことでした。最初にお父さんがいなくなって、お母さんは変になってしまってた。だから私は春を頼りにしてて、春と友達で入れたならそれでよかった。でも春は夏が終わると遠くの町へ引っ越していく。私の大切にしているものはどんどん私から離れていきます。お別れはいつも痛くて辛くて耐えられません。もう何も欲しくない。ユイの遺言を拾った。手紙でいいやん。手紙でいいやんか。切ないね。ユイは、ユイ、やっと会えた、なんちゃらって書いてるけど、私のせいだ。私のせいだ。おこき。あ、左スティックで移動します。めっちゃチュートリアル出てきた。これ、ついに冒頭のあそこに。なんかチュートリアル、めっちゃチュートリアルやねん。これ最初のチュートリアルにつながるってこと？
待って、これあれ終わったってこと？どういうこと？なんでめっちゃチュートリアル出てくるの？話さっきのとこで終わった？もしかして2周目入ってる？違うよね。これあれじゃん。どういうこと？これユイが、エンディング分岐がある。大丈夫そう。 TikTok ゲームやから選択によってグッドかバッドエンドかがある。これバッドエンド？それバッドエンドね。ワンちゃんの声したからワンちゃんのとこ行くか。っていうか、これユイが死んじゃってるのはもう変わらん事実やもんね。でも私のせいだからグッドエンドになる予感は全くせんけど。そうね。てか思いのほか早く終わるせいで、あの尺が。メモ？なんか拾った。明日は花火の日。私は春と行くって約束をしている。もう春は引っ越しちゃうけど、いつか、また春と花火が見れるといいな。引っ越した後もたくさんお手紙を書こう。夏になったらまた春に会いに行こう。このメモは、ユイ？髪の切れ端1。先に進んでください。だってさっき死んだもん。さっき死んだんやもん。進んでください。引き返さないでくだ。やだやだ。あ、先赤文字になった。パチンコのやから赤文字で文字書かれるとこう、おおってなっちゃう。あとは戻るよ。無視してありがとう。そんな気がした今。
激アツやね。ゼブラとかならんかな、金にならんかな。そうやね、赤文字になるとなんかおっってなっちゃうよね。この先にににやだ、おいで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 、やだ、おいで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 。今日ゆうなさん来てないんか、あんだけおいでおいでって言ってほしいって言ってたのに、こんなにおいでおいで言うことないのにね。チャンスアップ、おいでおいで、おいで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 。ケンタ忙しいかもね、もう嫌だ。え、そうかいそうかいそうかいって出てた。断り様、あなたが断り様なんやね。もう声が聞こえなくなった。ありがとうございます。え、こう、あ、こいつが断ち切ってくれたってこと。待って、なんで助けに来てくれたの。私が呼んだから。あ、そういや、あの神社もなんか縁切り神社みたいな感じだったもんね。そういうことか。私がもう嫌だって。面白。ハサミ？何これ。赤い立ちバサミを拾った。真っ赤な色の大きなハサミ。大きくて鋭くて私の腕ぐらいは簡単に切れちゃう。怖いな。穴が開いている。入ってみる？入るか。不気味なまでに大きい赤い蜘蛛の巣だ。立ちバサミできる？切るよ。10円。お地蔵様あるんかな。こんないらん、こんないっぱいいらん。セーブできる一体だけでいい。あ、何、何事？あ、ゆいの思い出？めっちゃおるね。ゆい？お供え物に手出したあかん。春、お供え物に手出した。ああ、髪の切れ端にを拾った。あれ？1、2。春にお別れの挨拶が言えない。さよなら、また会おうねって明日こそ言うんだって書いてある。オッケー、お供えした。ここで何かに襲われたんやっけ。
もうなんかエピローグ的なさ、気持ちでやってたからさ、ちゃんと出てくるんやね。ああ まあ確かに、めっちゃでっかい蜘蛛の糸がっていう段階で蜘蛛出てくるんやろうなって。まだ終わりじゃないからね。やったわ。何？これ何？ハテナ出てんだ。何？あ、これか。石？うわ！当たっても死なん攻撃。あ、やっぱ、大丈夫そう？貯金。どっから？戻るね。結構戻るな。あ、でもここは素通りできるようになってんねや。戻されるね。何ほ、このハテナなんや。あ、あれか、糸か。このゲーム、そう、絵は可愛いの。めっちゃ可愛い、これ。キャラクターとか。人？ああ！同じ死に方した。この人ね、キャラクターは可愛い。敵は、まあ、キモいけど。マジで、普段何考えて生きてたらこんなキモいの思いつくみたいなキモい絵してる。さすがにみかん畑。オッケー。影のビジュアルに対してのいいよ いや、マジで。あ、敵か、敵のビジュアル。そう。お、出てこんぞ。端っこ歩いたら出てこん。ああ、お地蔵さん。なんか降りてきたよな、今。端っこ歩く、端っこ。あ、ああ、ああ。オッケー。
隠れれるとこか、ここが。なんか出てくるってことかな。あはなるほどな。情けなボイスが続いております。なるほどね。真似しろってことか。回収して。あ、どっちどっちどっちこっち。あの神様、ハサミの神様さ、このハサミにならずにでかい状態で助けてくれたらよかったのに。あのチャコみたいにさ、後ろついてきてさ、ハサミでクマやっつけてほしかったな。お、あ、音怖い。あー、マジ、ほらマジでキモいやろ、マジで頭どうなってんのって思う。マジで無理なビジュアルしてる。めっちゃ来るやん、めっちゃ来るやん。言葉で寒そうや。それはアウト。こいつマジキモいよ。こっち。ああ、こっちでいい、こっちでいい。ちょっとスタミナ回復しながら行こう。ああ、私たち。こんな道通った？私はここに来たことがあるんだ。いや、記憶ないよね。そしていいか、私をゆい、ゆい、初めて泣いた。進もう。怖い。え、何？おいで、おいで、助けにおいで。かわいそう、かわいそう。助けてあげて。おいで、おいで、おいで。
一緒に来てあげて。かわいそう。かわいそう。あ、ゆい。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 私。あなたに伝えたいことができたんだよ、みたいな歌。かわいそう、かわいそう。来てあげて。一緒に来てあげて。おいで、おいで。こっちにおいで、おいで。ゆい消えた。どこ行った？かわいそう。かわいそい。かわいそい。うわ、そうか。かわいそう。かわいそう。かわいそい。うわ、そうか。かわいそい。うわ、そうか。かわいわいそうかかわそそうかうわそわ。何語？一緒に来てあげて。どっち？やだ。動くな。動くよ。あ、あ、なるほどね。右にもあったか、左にもあるんかな、あの糸。なんかおすすめでこのビジュアル流れてきたらなんかキモくない？この深夜に。うわーってなりそう。伝えたいことが。あ、左に糸あるわ。ゆい。だけ？まだある？あるわ。危ない、危ない。マジで断り様追ってくれたらさ、最強やったのにな。から行く。これ運を押したらどうなんねやろ。でもちょっと気になるかな。運を押してたら、まだある。あ、え？確定順番があるんかな。
左2本切って右行けってこと？ちょい運押してみよう。来てあげて、一緒に来てあげて、おいでおいで、こっちにおいでおいで。全部否定してるんだから、それも否定してみるとか。ああ、なんて質問やっけ、ゆい。かわいそうかわいそう。一緒に来てあげて。ずっと宿押してたけどさ、うん。意味なかった。うん、言ったやん。で、こっち行こう。おいで、糸切りにおいで。え？ダメやった。3本目がダメな。端から切る？え？待って、でもさ、あの掲示板にさ、山から降りるときに何話しかけられても答えちゃダメとか書いてなかった？うんもやだも言わないパターン。書いてたよね。え、ちょっと放置してみるとかどう？来たんじゃない？言うこと聞かなければいいのかもしれない。やっぱそういうこと？やだ選べってことかな。あ、そういうことか。なんか戦闘中にさ、動くなとかさ、めっちゃ言ってくるやん。動くなって言われたら動く。おいで、糸切りにおいでって言われたら糸切らない。あ、引っかかった。もう大丈夫。逃げろ逃げろ、走って逃げろ。あー、動いちゃった。そういうことや。言うことを、ちょっと頭混乱しすぎて。走って逃げろ。で、歩けばいいんか。ゆい。次はいける。右から行こう。まずい、まずい、まずいよ、まずいよ。
ケイト切りにおいではいかない。ああ、ちゃ、切るつもりなかったの。切るつもりなかったんやて。次こそは。おいでおいでおいで。これ多分落ちてくるの当たったら死ぬよ。あら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 、死んだよ。当たるつもりじゃなかったんやけど。当たりや。当たっちゃうねんな。ゆい。もうボス系全員出落ちやからさ。ほんまに一周目だけよね、ビビるの。事故や。今のは事故やって。笑った。事故すぎる。スキップできんのかな。会話スキップね、したいよね。でも雰囲気こいつらすごすやろ。OK。 あとは糸切りに行かない。あ、当たる当たる当たる。
ッケー、もう行っていい？で、最後は走って逃げろ。え？走って逃げろで歩いてたのに動いちゃダメってこと？今度は動かずね、動かずやってみよう。立ち止まる。あ、上から降ってくるやつに潰されてない。頑張れ、ハル。降ってくるやつはね、もう事故よね。めんどくさいよ、同じ話。かわしきってから切ればよかった。みかん畑。切れば消えると思った、そう。ビジュアルキモすぎじゃない？この右側の右手、左手っていう、右手っていう爪、潰れてんのか、爪が目潰れてんの、マジで。あー、引っかかった。で、動かない。怖っ。おー、なるほど。OK。これでやったやろ。ミシェさんパチパチありがとう。あの小刻みに動く女神ね。まあ俺やってる間はさ、この自分の周りしか見てないから平気。あのマジ集合体恐怖症やからさ、いっぱいおんのが気持ち悪い。ゆい。うわ。ゆい。ゆい。かわいそう、かわいそう。一緒に来てあげて。あ、かわいそう。置いていかないで、ずっと一緒に。たくさんの赤い紐が左手に絡みついている。
紐を切る。切るやろ。あ、一本ずつ？え？え？え？これどうすればいい？あいつ近づいてくるけど。連打か？連打か？増えてるよね。もっと一気に切れるやろ。え？ねえ、あいつ近づいてくるんやけど。嫌だかもしれない。紐は次から次へと左手に絡みつく。お、嫌だやったな。切る？嫌だ。え？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 切る？うん。え？ゆい。ゆい。もう、もうやめよう。私、ずっと一緒にいられなくて、ごめんなさい。ゆいは私を助けてくれたのに、ゆいを助けてあげられなくて、ごめんなさい。ちゃんとさよならが言えなくて、ごめんなさい。ゆい。お願い。もうやめて。こんなのもう嫌だ。あ？あ、お前今までどこにおってん？断り様？え？あ、左にしか進めない。いやだかも、あえて切らない方がいいかもです。こうなりました、結果。え？え？ねえ。え、あいつに近づかれてるルートないんかな？何もせずに、あいつが近づいてくるパターン。断ち切り。待って。断ち切り、悪意に打ち勝った。ゆい？え？ゆい？ごめん。本当はずっと一緒にいたかった。ごめんなさい。さよなら。さよなら、ゆい。これ正解？だから切ないって場合はね。チャコー。待って、でもゆい生きてるってこと？なんか悪いものだけ断ち切ってくれた系の、あれ？手を離す？え？何聞かせんの？何聞いてくるねん、お前。やだ。え？手を離す、やだ。え、一緒には行かれへんってこと？やだ。
やだ。100回でもやだ押すぞ。やだ。やだー。え、やだやだやだ。お？手を離す。やだ。なんか時間長くなってない？気のせいか。なんかない？ 100 回とか押したら、みたいな。長くなってる気するよね。ちょっと最初よりは。これ、やだじゃどうしようもないんかな。手離したくない。いや、わかる。もうみんなそろそろ手離したくなってるんやろうけど。嫌やん。やっぱもうそろそろ運でかな。なんて残酷なゲームなんだ。間違いない。え？運を押すしかないってこと？だってもうユイは死んじゃってるんやもんね。あ、ねえ、まだ仕事上がれん。お疲れ様、ゆうなさん。お帰り。ピエピエ、お疲れ様。無理せずね。運押すしかないかもですね。そうよね。運押す？もうそろそろ絵面飽きてきたよね。さすがにさ。さあ、覚悟決めようか。試しに押してみては。ごめん、ハル。話さんのかい。ピュッて話してダシャってなるんかと思った。話して終わりってこと？話せへんのかいよね。ディレクター。溝上優。たくさんの人。あ、ダメダメダメ。センシティブ。センシティブ。おしゃん。エンディングがおしゃん。ペッて話して出しちゃう笑う。どういうこと？話して終わりってこと？その子が気になるよね。春は生きてんのかもわからんしさ。
こんな可愛くなかったからな、こいつら。このイラストでさ、すごい可愛い感じに描かれてるけど、謎すぎね、ちょっと考えさせられる縁で。こいつらもっとキモかったからな。こいつも、こいついっちゃんキモかった。可愛い風に見せてるな、ね。こんなやつおった？怖かったもんな。結構お亡くなりになったのはユイじゃなくてハルってことか、結局。いや、ユイは死んでんじゃない？なんかお化け的な感じになってて。で、気を失ったハルを山の下まで連れてって、なんじゃない？急に音楽壮大やな。ちゃうんかな。いやでもハサミのやつがさ、最後なんかこう味方なんがなあ、散々直近直近してきたな。イラストかわいい。そっか、あの日記のテイストか。あ、茶子だけになった。え、ワンコの剣士変わってるね。え、何今のね、最後なんかぐしゃーってなったん嫌だわ。あ、まだ続いてる。え、タイトル戻る？続いてる？どっち？めっちゃフォロワー。あ、ワンコ。いつこれ？時系列。あー。え、やっぱユイは死んでるんか。くしく、腕ない？あ、そういうこと？あ、そういうことか。左腕に絡みついてたから、左腕ごといったってこと？断り様が？え、あのデカさやったら糸全部切れたって。ふむ。そういうことか。え、これ。操作できる？見てるだけ？あ、夏が終わる。私は引っ越しして新しい友達ができて、何年か経ったらこの夏のことを思い出したりするのかな。
未来はどうなっているんだろう。生きていくのってとっても怖い。夜明け。これ何？紙飛行機。あーでもクリアやわ。終わったわ。切ないお話でしたとさ。これどこ？え？チャコがおる。何？チャコ連れ歩ける？これにするとか言うなよ。これとか言うなよ。小さいけれど勇敢で私を守ってくれた。一緒に行こう。え？え？しかも一緒に来んし。何？もちろんなんかいいオファーあったやろ。もうね、これにする。これにする。かわいいワンコ。え？これ何？街を探索しよう。ああ、なるほど。なんかいろいろあったもんね。集めるやつとか。え？ああ！ワンコになってる？なってるね。なに？あ、え？キモい。どこ行くの？大丈夫？ああ。どうしよう、トロコン目指す？次こっち行くか。あの隠れる行動を何回かするみたいなやつはさ、あれあれ、ユイの張り紙が破り捨てられてる。誰がこんなことを。何、どこにおる。キモ。チャコ、あ、チャコチャコチャコ戦え、チャコ。こいつもしかして石投げたらさ、石の使い方初めて知った。なんかおる、なんかおる、なんかおる、なんかおったよね。なんか目的なく探索すんの怖いな。セーブしとく。あー、でこれあれか、移動できんのか、別のお地蔵さんまで。お前らはおんのか。やっぱ怖いわ。あ、隠れる、これ隠れる。
50回するってこれで達成できるのかな。あ、できた。缶。トロフィー集めていってみよう。10分連れ歩いたはいけそうやんな。透明な何か絶対拾われへん。自宅にいろんな模造を飾った？収集壁。ええんかそれで。よかったみたい。パズル、あ、なんかパズルとかあったな。ここハテナやもんね、大事なもの。この辺、コレクション。誰かのメモ拾った。あ、誰かのメモ。めっちゃハテナ多くない？子供っぽい字が書かれ、お化けに襲われた時は小石か何かを投げて気を引いているうちに逃げること。なるほど。もっと序盤に拾うやつだったんじゃない？このメモ。どっかにさ、空き缶なかったっけ？公園みたいなところで。全然気引けてないやん。ここ初めて来る。おる。これ続編になってるの？深夜周り？あ、イラスト。落書き3箇所で同じ。深夜周りは、夜周りの続編かな。ツバのクローバー。枯れてしまう前にどこかに埋めてあげたいな。あ、エンディングから？多分、え？あ、今、めっちゃ今更やけどさ、この懐中電灯、あ、じゃあでも左手ない、春。なくない？左手。手に持ってるスタイルじゃなくて、この、なんか首から下げるやつになってる。何のゲームですか？深夜回りっていうゲームです。ホラーゲーかな？あの、さっきクリアしちゃったんですけど、クリア後の、なんていうの？街の探索？アナさん、そろそろ寝ます。ありがとう。おやすみ。じゃあさ、そう、多分続きは続きやね。ゾンビは出てこんけど、なんかお化けが出てくる。こういうの。なんか鳴ってた。電話鳴ってる。何？スマホ？え？非通知？何これ？出てる？あ？買ったばかりの iPhone。出ないが正解やったんかな？何やったやろ、今の。あ！
かんや。子猫撫でれんくない？とりあえず缶蹴るみたいなトロフィーあったよね。20回やっけ。あ、じゃあ缶、あ、寄り道、オッケー。これ待ってたら猫がやってくるんかな？あのマイクラみたいやね。猫撫でさせて、おいでおいで。ああ、来ない。電気消して近づく？チャコがおるからダメとかある？そんなことないよね。追い込むか、隅っこに追い込むか、よっしゃ。え？看板に隠れる、そう、看板に隠れれる。ん？自分がね、お化けはその辺にいっぱいおる。猫撫でるってどうすんのこれ。撫でれんけど。じゃあ捕まえた。もう一匹も捕まえたいな。オッケー来た。ああー行っちゃった。これで3匹捕まえれる。でどうやって撫でんのこれ。犬、ああ犬か。犬って犬って名前あるんやから。犬を10分連れ歩いた。猫を10匹以上撫でた。今の撫でたにカウントされるんかな。ここなんやっけ。まあ、もうトロコマ目指さんでいいか。ああ、なになに。え、これ当たったら死ぬかな。え、キモ。え、キモい。あ、これ見つけたことある。あ、見つけたことあるやつ。あ、潰しちゃった。キモ。初めて来る場所じゃないか。来たことある？赤い丸石。
お、大事なもの。網目の模様が彫刻されている。どっかで使うんかな。へこんだボール、どっか移動する。初めて使うこの機能。移動先、神社、山。うん。この辺行ってみる？もうあとは攻略見ながらやるしか無理かな。トロコン、あ、たたたたた、小さなろうそく。泥団子。いやあ。危ないよ。危ないからいいよって言うまで出てきちゃダメだよ。え？まだ。何事？近くにいるよ。もう近くにいないよ。出ていいってこと？もういいよ。なんだろう。
うごめく毛玉。誰の声？これリアルだったらね、もうちょっとこの田舎のさ、こういう道の夜歩かれへんよね。マジで怖いやん。田舎独特な雰囲気ね、怖いよな。山の中は、もうでもこの辺はさ、探索した気がするからな。違うとこ行くか。なんてゲームですか？深夜回りっていうゲームです。ホラゲーかな？いやでも一回お家に帰っていいのよ。置いていこう。あ！なに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 、びっくりした。あかん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 ってあかんってあかんってあかんって。こいつ動き遅くするだけのあれか。お家に帰ろうとしただけやのにさ。あ、お家こっちじゃない？お家まだ向こうやん。ありがとうございます。いえいえ。もうね、さっきクリアしちゃったんやけど。あと、この足跡も気になるんよ。このペタペタする足跡。ほら、これ。なんなんやろ。めっちゃついてくるやん。あ、消えた。ついてきてたよね。あいつなんなんやろ。猫。あ、2、4、5。え、2、4、5。慣れた猫、もしかしてあれ家に集まってくんのかな。あ、毛玉。これなんか拾ってきた毛玉か。あ、いつの間にか10円が増える。確かにクリア後は助かるな。このさ、ホタルってなんなん。ホタルの寿命が伸びるってあったけど、長く、たまに走る速度が速くなる。これにしよう。たまにってなんなんやろ。でもどこ行く？もう。どこ行くよ。
とか集めたい。いやーねー。うるさい。ああ、しかもここになるんや。あ、でも犬はおらんのか。ああ、図書館。この辺、あんま探索してない気するな。で、猫や、猫、猫。猫は触るだけでいいかな。いやー、キモい、キモい、キモい。動きやだね、エンダーマン的な。お、紙飛行機。やっぱあの長く走るやつが一番いいんかな。来たことない。風鈴。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。どうしよう、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 どうしよう。だるまさんが転んだ的なね、やつやった。これでももう今日終わったら、このゲームやらんしな。いてて。何かを踏んで転んじゃった。あれ？なぜかこんな場所にカボチャが落ちてる。黒いカボチャを見つけた。偶然。街に落ちてたカボチャ、腐って真っ黒になってる硬い皮には不思議な言葉が刻まれている。もう、ね、もうや、もうねや、めはかこまけ。え？待って、へんてこな場所に落ちてるカボチャに触らないこと。拾ってしまうと呪われちゃうよ。拾っちゃったよ。拾っちゃったけど。腐って真っ黒になって。もうねやは、あら、あらよね。もうねえや、めはかこまけ。これ並び変えるってこと？違うか。わからん。なに今の。で、ここに来るってことね。
さっきの場所どこ？左の方か。マイルへのいたずらをやめてくださいって書かれたチラシ。モノクロの写真も一緒に載ってる。写真に写る狛犬の口が何かで濡れて光っている。狛犬神社かな。あ、これ狛犬。お前か。青い狛犬。前足のところに小さいくぼみがある。くぼみ？え、これどうしよう。危ない危ない。あー、ダメダメダメ。狛犬一体だけなのかな。何体かあるんかな。狛犬。この神社もあるけどな。でもなんか狛犬とかなかった気がする。え、この神社行ったっけ？行ったよね、さっき。狛犬のいない神社ね。あ、え、あ、怒られた、怒られた、ごめん。待って、神社に石投げたらめっちゃ怒られたやん。え、10円やったらどうなったんかな。投げれると思って投げちゃった。10円やったらさ、また変わってたんかな。賽銭箱に10円玉投げて入れた。え？お？え？お、何？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 え？石投げる？ダメ？喜んでたよね。10円玉もうなくなっちゃったんやけど。え、いくら貢げばいいのこれ。石投げてみる。何の意味あるやろうね。分
からん。謎や。誰かの目もこう、携帯電話が7回震えた後に電話を取ると、その後は、あ、7回震えた後。あ、ダメダメダメ、追いつかれる、こいつ追いつかれる、追いつかれるよ。 OK。 あ、掲示板、大きな文字、不法投棄禁止。これなんでずっと水田んぼに浮かんでるみたいな。この効果音、ね、ほんまにそう、お化けの声とね。めっちゃおるやん。いやでもこの静かになっても怖いよね、この虫の音とか水の音とか。じゃあ10円玉増やすやつにしようか。一回家戻って、お家前は？お家前のお地蔵さんには行かれへんのか。ああ、どこ？ちょっとセンシティブなみたいな。間違って変なとこ移動しちゃった。どこ、なんで、なんでここ、ね、なんでここに戻ってきちゃった、もう。でもいいや、林の中行こう。10円さ、全部見ついちゃったからさ。やばい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 。あれが投げ銭ってやつだったんかな。全部神社に投げちゃったからさ。
あー、痛い。え？あれ？ちゃんと俺が何ワープしたところに戻ってきた。あっ！あ、痛い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 。今だって10円玉1枚やもん。痛い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 。叫んどく隠れれるやん。穴開き上ろはいいんやけど、なんか声聞こえる？何？この石から鳴き声が聞こえる？嫌な石やん。え？どこ持っていくよ。え？この石何？ああ、キモい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 。くる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 。ここもうなんもないもんね。なんやってんやろ。もういい。石じゃダメ、石じゃダメ。やばいやばいやばい。オッケー。どこやったっけ？あ、これか。あ、なんか石が点々と現れてくる。あー、ダメ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 。いける。よっしゃ。石持ったらなんか石が地面に。出てくる。どっち？こっちか。クリアしてもなんかいろいろあんねんな、これ。で、どっち？こっち？こっちね。おるよね、なんか。違う。結構続編ストーリー長いよね。ね、この終わってからどこに行かされるんやろ。これ死んだらでもだるいな。でもなんか敵が少ない気がする、持ってる間。お、ここゴール？違う？ここはゴールじゃないの？
石を運んだ。なんか出てきた。何？あ、地面の中からたくさんの金の小判が出てきた。お、でもこんなにも持って帰れないや。一枚だけもらって、あとは埋めておこうと。金の小判。金色に輝く楕円型の小判。薄っぺらくて小さいのにずっしり重たい。大金持ちやん。で、あとは団地。はい、キモいキモいキモい。キモ。これ当て続けたら消えるんかな。いなくならんわ。え、この池ってとこ行ったことないな。え？池行ったことないやん。長いなこれ。長いっていうか広いっていうか。から行こうか。なんか落ちてる。これなんか落ちてる。なんなんこれ。あ！ちょっと離れるねって。了解。いってらっしゃい。あー、これ。これ何？池に物を投げ込まないでください。見たことないキャラ。これが池か。え？あ、なんか落ちてる。自転車のサドル。あ、これがホタルか。ああ。
仕事がまだ終わらん。お疲れ様。めっちゃついてくる。あ、やばい。ああ、えは。いえ、お疲れ様。終わった後やってたらね、ありがとう。無理せずね。あら、早く待たせたな。お帰り、遅い。遅い時間まで、お疲れ様。もうちょっと深夜回り一回クリアしちゃったんよ、これ。ストーリーはクリアしちゃって、今なんか、トロフィーっていうか、収集散策みたいなのしてる。え、クリアしたん、したした。なんとも言えん、なんか切ない終わり方やったわ。結局結末どんなんやった？それはもう見てのお楽しみにしよう。これ足跡ペタペタ消えた？あ、おるわ。なんなんやろこの子。ワクワク、ワクワクしといてもらって。工事現場の看板、ご迷惑おかけしますって書いてある。なんだかんだでも10円玉集まるな。何？なんか飛んできた。ついにセーブの縛りか。いや、セーブはするやろ。
たすら神社持っていくか。せやね、次の配信バイオの予定。移動してる。稲塚を拾った。へえー、ジェもチリスマやぞ、間違いない。多分いくらやろ、300円ぐらい投げたんじゃない。何、なんかキモいのおる。何これ。キモい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 よ。キモいキモいキモい、無理やって、無理。この年の300円耐久、間違いない。へえ、これでもさ、あれなんよね。帰ってこれてよかった的な。じゃあもう10円増やさんでいいや。もうあとは攻略ミント分からんな。あー、でも池のこの下の道行ってないな。歩いていくか。パズルのピース2。うわー、やばい、捕まれた。ダムの水が減っています。節水にご協力を。黒
黒い子唯一よしよしてあげたくない。ちょっと可愛いよね。光当てたらパッと目閉じるしさ。確かにビジュアル含めて可愛いのあいつだけかもしれん。あーやばい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 、何魚？あ、魚投げ入れろってことかな、池に。あ、そういうこと？あ、絵を見つけちゃった。これで4つ目。池に魚投げに入れに行ってみよう。石投げたら怒られたし。え、違う？これ何？たい焼きか。なんなんやこれ。何投げたらいいん？分からん。戻るのめんどくさいからこいつに食われよ。こっちの方も行ってないな。戻り方独特セックス。あんまショートカットならんけど。ああ、キモい、キモい、キモい。よいしょ。
かいっぱいいる声がする。で、こっちもか。何この魚みたいなやつ、ほんま。いやー怖い。あ、違う、間違った、間違った。石、石、石。あ、痛い。これ何するゲーム？ストーリーはクリアしちゃってて、今なんかアイテム集めたりしてます。ゲームとしてはホラー。ストーリーが終わって今街探索で、そう、なんかコレクション的なやつを集めてます。なるほどです、ありがとう。ホラーかな。すごい切ないストーリーやった。あー、キモい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 。あー、くる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 。あー、痛い。ダメだ。待って、気づかない。生ラム様、生ラム様って、生ラムさん、バラリアと。まだいるかな、いつくれたんやろ。あ、これあれかな、使ったことないとこには飛べるのかな。あ、今です、ありがとう、バラバラありがとう。見てなかったさ、全然ギフトのところ。お地蔵さん見つけたら、とりあえずセーブ。うわえ、これちょっと早いんじゃない、もしかして。
あんま変わらんか。アナマラムさん、ホロありがとう。めちゃくちゃ不定期でゲーム配信してます。よかったらゆっくりしてってください。 あとこいつも謎ないよね。倒されへんのかな。あーやばい、キモい。で、初めて来る場所。いけないよ。開ける。この扉に取っ手がついていない。開けられないや。開けられへん。パズルのピース9。全然や。ダメ。オッケー。いいよ。ミシャさん、ハートミーありがとう。ロケラ持っていきましょうか。欲しいロケラ。お化けに効くんか分からんけど。そしたらさ、ホタルでやってみる。めっちゃ虫やん。やばい。あーあ、お化けは扉もね、そうやね、ぶっ放したいね。この魚みたいなやつなんなんやろ。あ、これもしかして猫寄ってくるんかな。関係ないか。あーダメ。いやー、ピシゲ、プレステ4でやってます。5が欲しい。4です。もともとなんでやったんやろ。スイッチ、もともと PC なんかな、夜回りって。ちょ、ここ越えたいんやけど、向こう行きたい。蹴る。あはー
次、紙飛行機でも使ってみようか。もうちょいね、もうちょいやったよね。でもあいつ消えてくれんとな。消えてくれんかな。じゃあ紙飛行機使ってみよう。意味ある？オッケーオッケーオッケー。風車を拾った。行き止まりちゃうん、これもしかして。またもあそこ通って戻らんとダメってこと？これも拾ったら多分拾った認定されてるから。何今ハテナ出た。え、ハテナ出んかった？あれか、投げた紙飛行機。電気消してたらさ、気づかれとかないよ。気づかれる。お、風車ドアノブかな。多分違うと思う。なる、なんかせやねんな。このキーアイテムみたいなやつがあれば開くと思うよね。赤い丸いし。え、ここはでももう行ったからな。え、扉がどこやっけ、こっち。一回これ突っ込んでみるか。で、行ったことないとこに。一回使ってないとあれなんやね、やっぱセーブゾーン。お地蔵さん起動せんみたいやね。え、でももう行ったことないとこなさげなんやけどな。山神社、これ隣町ってなかったっけ？展望台って何？展望台？花火マーク。隣町も行ったことないしな。あ、展望台も気になるな。
音が怖い。あ、お墓のところね。3時になったし、そろそろ終わろうかな。展望台ってどうやっていくんやろ。糸はまだあるんや。めっちゃ敵出てくるやん。お、あー怖い怖い怖い、キモい。あー、どこまで戻るの。いやいや、もうよし、終わろう今日は。終わります。結局長くなっちゃった。潔くやめようね。よし。じゃあ、一旦信用回りこれで終わりかな。トロコン目指してもよかったけど。お疲れ様ってありがとう。お疲れ様、遅くまでありがとう。ほな、また。次いつかまだ決めてないんやけど、決まってないんやけど、またタイミング合えば遊びに来てください。お疲れ様でした。